お尻の時間って大丈夫？大丈夫ですよ、はい、スピードってですね、まあ、自分が知ってる限り選手とのコラボレーションで始まったラケットではアガシ以来なんですよ。うん、アガシとラジカル、おうおう、ジョコビッチとスピード、おうおう、で一つだけ遡る、一つじゃなくて思いっきり遡ればアーサー・アッシュとコンペティションっていうところに上るんで、これはね、本当ごく一部の人だけになると思うけれども、まあ、ヘッドはご存知の通り過去にも今にもね、ものすごい数のプレイヤーとの、ね、あの仕様があるんですが、まあ、みんな既存のラケットなわけですよ、うん、その、まあね、モデルチェンジだなんだっていうのはあるにしてもプレステージであったり今あるラジカルであったりっていうのを使用するっていうパターンなんだけれども、選手との契約と同時に全くの新作を、ね、作り上げたっていうのは、うん、そうジョコビッチに対する相当なヘッドの期待であり、うん、まあ、もちろん実績含めてね、すごいものではあるんだけれども、ね、皆さんご存知の通りこれまたプレステージとラジカルっていうのはあって、でその間に入ったわけですから、でジョコビッチ自体がプレステージもなくラジカルともなく、ちなみにジョコビッチってジュニアの頃ずっとヘッド使ってて、うん、でまあその後、ね、別のブランドで、グランドスラムのグランドスラムで優勝もありの、ね、でもそんな実績を持ってるラケットをねやっぱり決定でも来るっていうのはね、世間的にはよくお金だなんだ言われるんですけど、うん、でももっとジョコビッチの場合ってもともとジュニアでずっと使ってた、うんうん、やっぱりそこに対する安心感であり、マヘッドとしてはそこに対する当然、ね、これに至るまでっていうのは相当な数のプロトタイプを製造して、ね、本人がやっぱりよしこれはっていうところになる、でそれを今度ラケットにフィードバックしていく形にはなっていくものだと思うので、全く新シリーズを作ったっていうのは本当ジョコビッチありきだと思います。ジョコビッチの契約がなかったらここが今スピードというラインナップがあったかっていうとちょっと考えにくいですよね。ジョコビッチありきの、うん、だからまあやっぱり過去アガシありきであったように、うん、そこに対するメーカーとしての期待度、まあ、本人の期待度っていうもののマッチングが、うん、で彼は、ね、やっぱりより実績アップとともにジュニアの頃ってやっぱりもっと闇雲に叩いてたプレイヤーだったんです、うん、やっぱそれが非常にこうクレバーなというかね、その回転だけではなくて、ね、あの戦略的なものも全部含めてやっぱり非常に急成長していく中で、今までよりも特徴としてこの横にフェイスを少し開いて、今やっぱりあの形状が少しこう丸くなるっていうか横糸が長くなるってことはスピン性能なんですよね、イコールそこのアップのためにっていう目的が第一番になってくるんで、それを求めてきた、それを形にした、ちょっと細長いイメージがありますもんね、ヘッドさんのラケット。そうそれがいわゆるワイド化してる、うん、横に広がってるっていうのがこのスピードの、まあ言ってみればプレステージやラジカルとの大きな違いになってくるわけで、だいぶ横が長くなってますね。当然その、まあ、スピンイコールスピンっていうショットっていうのは、まあ、それがいわゆるトップスピンであってもスライスであっても、うん、いわゆるサービスの時のスライスサーブ、スピンサーブであっても、ボールと、ね、ラケットの入り方っていうのは必ずこう基本的にはほぼ直角に入る、縦に入ることはありえないんです、はい、その時に要は糸の、ね、ストリングス面のたわみ方っていうのは横糸が長ければ長いほどこっちにたわんできますんで、いわゆる回転の効果っていうのは高くなる、うん、同じスイングしても細長いラケットよりもスピンがかかると、かかりやすいっていうのはこれもラケットの基本的な、うん、設計上の問題ですよね。でそれをジョコビッチのためにというような、ジョコビッチはいつからこの新しいシリーズを使うんですかね、来シーズン、来シーズン2011年1月の前後の前哨戦からも前哨戦から切り替えですね。まあこの間のデビスカップ、ね、坊主にしちゃうぐらい、すごかったですね。大活躍で大喜びで、はい、いやあの勢いは残るでしょう、うん、で前後は多分ジョコビッチ一番期待できる大会な気もするし、優勝もしてますしね。今
回ちょっと行かなきゃね。まあ他も強いですよ、みんな強いですよただね、安定度合いっていうのは結局1年2年かけてずっとランキングトップ4から落としてないっていう強みがあるし、でも今の若いジュニアの子たちもこっちにスイッチするジュニアが多いんじゃないですか。うん、あのぜひね、やっぱり、ね、単純にこうなんだろう、そんな感だとか感覚だけじゃなくて、どういうショット打ちたいのっていうところまで突き詰めてもらえたら変えてほしいなとは思いますよね。もちろん全部じゃないし、選択肢としてなんとなくっていうところよりももうちょっとこう幅目をね、広く取ってもらえると。今までのショットの感じじゃないものが結果としてものすごくプラスになるっていうのってあるじゃないですか。もちろんね、フィーリングが好き嫌いっていうのは大事な要素ではあるんだけれども、飛んでるボールの結果っていうものをこう客観的に見た時にね、実際には今までよりも確実に飛びが良くて確実に落ちが良くてなんていう結果につながるんだったらありじゃないかな。メソセチョモビッチだけじゃないけどね、いやナダル目指してもらってもいいんです、ね、フェデラー目指してもらってももちろんいいんですでもまあね、やっぱり安心して、ね、使ってもらえると思いますね。まあ、そのための進化は、ね、一歩一歩確実に解けてると思う。うちの部長西山も昨日このラケットを持つと途端にアグレッシブなショットに挑戦しだすんですよね。これを持つと打たなきゃいけない気がするみたいなことを言いながら結果別としてあれとか言いながら、でもなんか楽しそうにチャレンジしてました。いや、あの大事な要素だと思いますね。まあそうじゃないとやっぱり我々ね。メーカーというかね、本当平たく言っちゃうと道具屋さんとして見れば、ね、やっぱそういうふうに思ってもらえる方が楽しいし、ぜひそういうものを提供したいと思うしね。だまあ本当選択肢自体が、ね、堅実にというよりは冒険心というか、そういうのってすごい大事、ね、冒険心であり向上心でありみたいなね、モチベーションがね上がりますね。なんでそっち側なんだ